ウェッツィとテイシーは、アメリカ合衆国の小説家モード、ハート・ラブレスによる、児童向け判事助伝的小説作品のシリーズである。各著の初版は1940から55年にかけて、トーマス・ワイ・クローウェル社から出版され、後に同社を買収したハーパー・コリンズにより復刻、出版されている。シリーズのうち、最初の4作は、ロイス・レンスキーにより、また残りは、ベラ・ネビルにより、 差し絵がなされている日本ではシリーズ最初のベッツイティシーのオンチミホコによる役所が1975年に福音館書店により出版された。このシリーズではラブレース自身をモデルとした主人公ベッツイーレイが遭遇する様々な出来事や友人たち、家族について描写されている。最初のベッツイティシーは1897年。 ベッツィの5歳の誕生日前日に始まり、最後のベッツィ、S ウェディングは、アメリカ合衆国が第一次世界大戦に参戦しようとする1917年に終わる。ベッツィとテイシーは、もともとは、ラブレースが、娘のメリアンに就寝時に聞かせていた、自身の少女時代の話から思いついたものであった。1940年に出版されたベッツィとイシーが、好評だったため、 ラブレースは、翌1941年に、ベッチー、テイシーティブ、1942年にベッチーテイシー・ゴー、オーバーザビッグヒル、そして1943年にベッチーテイシー・ゴー・ダウンタウンと、3作の続編を相次いで出した。当初は、ラブレースはこれら4作をもって、シリーズを完結させようと考えていた。しかし、夫と娘は、 ラブレースの高校時代の日記を見つけると、それをもとに、ベッチーの高校生活を描いた、さらなる続編を出すようにせがんだ。こうして、ラブレースは主に自身の高校時代の日記と、スクラップブックに基づいて、1945年に、ヘブンツーベッチー、1946年にベッチーイン、スパイトオブハーセルフ、1947年に、ベッチーワズ、エージュニア、 そして1948年にベッチージョーと、高校の一学年分を一作とした、四作の続編を執筆した。1964年には、ラブレースは次のように記している。ザ・ファミリー・ライフ、カストムズ、ジョークス、トラディションズ、アレオル・トゥルーザ・ジェネラル・パターン・オブ・ザ・イ・ア・ズ・イズ、オルソー・アキュレート、家庭生活、習慣、ジョーク、伝統はすべて本当です。 また、年々の一般的なパターンも正確です。シリーズの8作目までは、ラブレースの生まれ故郷である、ミネソタ州マンケートをモデルにした、架空の街、ミネソタ州ディープバレーを舞台としている。ベッツ・イ・アンド・ジョーを完成させた後、ラブレースは、ディープバレー作品と呼ばれる、スピンオフ3作のうち、1949年に、ガーニー・エス・ハウス・パーティーを、翌1950年には、 エミリー・オブ・ディープ・バレーをそれぞれ執筆している。これらの作品群にも、ベッツィ・レイをはじめ、ベッツィとテイシーシリーズの登場人物が登場する。この2作の後、ラブレースは1952年に、自身のヨーロッパ滞在経験に基づく、ベッツィザ・グレート・ワールドを、そして1955年には、ミネアポリスでの新婚生活に基づく、シリーズ最終作ベッチィ、 S ・スウェディングをそれぞれ表した。ベッツィーとテイシーシリーズは、ハリー・ポッターやインガルス一家の物語等のシリーズと同様、後の作品に行くにつれて、登場人物が成長し、より複雑な状況下に置かれるようになり、読解難易度も上がっていく。シリーズ初期の作品は5から12歳程度の児童向けに書かれているが、終盤の作品は14歳以上を対象としている。 ベッツィとテイシーシリーズの各作品はフィクションではあるものの、その登場人物はラブレースの家族や友人をモデルにしている。多くの登場人物はモデルとなった人物と一致する一方で、複数の人物の様々な出来事から抽出し、繋ぎ合わせてできた登場人物もいる。ベッツィテイシーゴーダウンタウンで、ベッツィが初めて訪れることになる。 ディープバレーのカーネギー図書館のモデルとなったマンケートのカーネギー図書館これらの設定はラブレースの記憶のみならずラブレースよび四作目の挿絵を描いたロイス・レンスキーによる徹底的な調査を反映しているシリーズのほとんどの作品はラブレースの生まれ故郷であるミネソタ州マンケートをモデルにしたミネソタ州ディープバレーおよびその周辺を舞台としているレイケの人物をはじめ その他多くの登場人物は住んでいる家も実在のものと一致させている。ラブレースの家と親友ビッグ、ケニーの家が建つセンターストリートは作中では近隣のビッグヒルにちなんでヒルストリートとしている。ベッツィーが成長するにつれて彼女の視野も広がり街のより多くのものが作中に登場するようになる。例えばベッツィシー・ゴー・ダウンタウンでは ディープバレーのカーネギー図書館、町の中心部と店舗、オペラハウスが登場する。別ィの高校時代を描いた作品では、町周辺の農村部も描かれている。ラブレースは、執筆にあたって、自身の日記やスクラップブック、雑誌やカタログといった、当時の情報源、給油や、マンケートの住民たちと交わした手紙など、あらゆるものを駆使した。 これについては、ラブレースは次のように記している。I could make it all u p b ッ d in these betsy,dacy stories,I love to work from,real incidents, てを創作することもできました。しかし、ベッツィとテ a c y の物語は本当にあった出来事から紡ぎ上げたかったのです。明らかに創作された場面にも、詳細にわたるまでこうした調査の後を見ることができる。 例えば、ベッチィ・イン・スパイト・オブ・ハー・セルフでは、ベッチィがミルウォーキーにいるティブとその家族を訪ね、ベッチィとミュラー一家が、ティブの祖父である、グロス・パパ・ミュラーの家で、クリスマスイブを過ごす場面がある。しかし、実在のミッチガー・ラックの父方の祖父は、作中では訪問した年とされる1907年には、すでに亡くなっている。ここで描かれているドイツの裕福な家庭における、クリスマスは、 カスリーンハートがドイツ留学中にしたためた手紙を元にしている。また、グロスパパが夏の間庭に飾っている中鉄製の小人像は執筆当時は直近であった1940年に出版された小説家エドナ・ファーバーの回想録営ペキュリア・トレジャーにある。ファーバーが1906から9年にかけてミルウォーキーに新聞記者として赴任していた際に目にした。 裕福な家庭が庭に小人像を飾っている光景についての記述をもとにしていると見られている。モードハートラブレースの成果、ベッツィーの家として保存され、博物館として一般公開されている。なお、その隣に立つフランシス・ビッグ・ケニーが少女時代を過ごした家もテイシーの家として保存されている。ベッツィーとテイシーシリーズは好評を博した。 最初のベッツイーテイシーは1940年に初版が発行されて以来30版以上を重ねた。1970年代にはシリーズの6作目までのペーパーバック版が出版された。しかし1980年代には絶版になった。1990年成人した本シリーズのファンがマンケートにベッツイーテイシー協会を設立した。同協会は ハーパーコリンズにあてて本シリーズの復刻を嘆願する手紙を書き、1992年にシリーズ最初の4作を復刻させた。その後、本シリーズ10作、及びディープバレー作品3作すべてが復刻した。また、同協会は、モードハートラブレスの成果とビッグケニーが少女時代を過ごした家を買い取り、回収、保存して、博物館として、 一般公開している。これらの家は2010年にアメリカ図書館協会の部会の一つである図書館委員会、支持者、友人、財団部会により国定文学ランドマークに指定された。セントポールにあるミネソタ歴史センターは本シリーズの作品群をはじめとするラブレースに関する事物を収蔵している。2019年には日記や家族への手紙、アルバム等、 ラブレース夫妻の私文書が同センターの収蔵品に加えられた。また、1998年に公開された映画、u ーガ t Mail では、キャスリーン・ケリーの経営する本屋で、キャスリーンがアナベル・フォックスに本シリーズ最初の2作を紹介し、アナベルが全部買いたくなるという場面がある。ありがとうございます。